うございます。おはようございます。おはよう。月曜日ですね。ルスさん、ハートありがとうございます。さん可愛いな。ナナさんハートありがとう。トマトです。このトマトめちゃくちゃ美味しいんですよ。甘いのめっちゃ。ポンタアートありがとうございます。中野よしきさんミラーボールありがとう。スケーモンさんバラありがとうございます。皆さんだるまありがとうございます。菅原太さんハートありがとうございます。はよ。そうそうそう、フルーツトマト。皆さんは朝ごはん何食べるんですか。ハルさん、モンさん、コウイチさんハート、マセヨシさんハートありがとう。ジョイス、ユーポーさんバラありがとうございます。ちゃんと食べてね。なんかさ、パン食べたいんだけど食べてもいいかな。でも夜にご飯食べるかもしれないって考えたらどう思う？本日は24日。でもマーガリンがね、ないんだな。モスハートありがとうございます。ご飯は
いつも食べないの？食べますよ、朝ごはんは。私はご飯食べない、食べてないと生きていけないので、本当にもうご飯が全てだと思ってるので、朝ごはんは絶対食べてます。朝からソフトクリーム食べました。おう、まあまあ、でもソフトクリーム美味しいからね、朝から食べたくなるな。もう結構食べたいな。そもそもラグビーボールみたいな形足しちゃった。ニョッキトマトは胃に良さそうでしょ。なんかちょっと考えてるでしょ。美味しいのよ、このトマトがめちゃくちゃに。トマトって有名な成分が多く含まれてるけど、わかる？リコピンです。もうすぐオンライン展開、今週29、30とありますけど、私ってどっちでしたっけ。あ、両方か。いや、なんかリコピンのなんかやったんですよ。リコピンについて、リコピン、そう、リコピン役をやったんです。嘘だけど。
んさん、ハートありがとうございます。お腹出して寝ちゃったからお腹痛い。いやでも本当にお腹出して寝ると本当にお腹痛くなるんだなって私も思いました。なんか別にそんなに痛くならんだろうって思ってたんですけど、でもなんかうん、やっぱり痛くなるんですね。なんかお腹出して寝てた時があって、なんかめっちゃお腹痛くて、その次の日というか、うん、おへそが取られちゃう。それは雷、シャツイン大事ですね。シャツインするの。角出せ、棒出せ、棒棒眉に薄きね、すりばちばちばち、ぐわらぐわらぐわらと。羽目を外して今日お相手のいずれま様にあげねばならぬ、裏ねばならぬと規制引っ張り東方石灰薬の元締め薬師如来も将来あれと頬を敬って、ウイロはいらっしゃいませぬか。ふうさんかわいい、ありがとうございます。昨日お話し会、いやこちらこそありがとう、楽しかったよ。寝ました、おはよう、おはよう。そうウイロウリです。ウサニイイ、親方と申すはお立ち会いのうちにご存知の方もございましょうが、お江戸を立って二十里上方総主小田原関町をお過ぎなされて、青物町へ上りへおいでなされれば、欄干橋虎屋東園もただいまは停発いたして遠斎と名乗りまする。館長より大津生まれまでお手に入れまするこの薬は、昔神の国の当時ウイロウという人我が町へ来たり、帝へ三代の折からこの薬を深く込め置き、落ちる時は一粒ずつ冠の隙間より取り出す。よってその名を帝より東鎮光と賜る。すなわち文字にはいただきすく匂いと書いて東鎮光と申す。ふっさんハートありがとう。ただいまはこの薬ことのほか世上に広まり、方々に偽看板を出し、いや小田原の相田原の三田原の隅田原のといろいろに申すども、ひらがなを持ってウイロウと記すしは親方遠斎ばかり。もしやお立ち会いのうちに熱海か殿沢へ当時に応援なさるか、または伊勢三宮の里からは必ず門違いなされまするの。りくちゃん、モンガーさんハートありがとうございます。なおなおさん、ぬんありがとうございます。
もうね、頭で覚えられないのであれば体で覚えるしかないんですよ。みくちゃんハートありがとうございます。ブグバグブグバグミブグバグ合わせてブグバグムブグバグムグムブグバグキクキククリキククリミキククリ合わせてキククリムキキクリムギゴミムギゴミミムギゴミ合わせてムギゴミムムギゴミあのなぎしの長なぎなたわたが長なぎなたぞ。あつしさん太郎くんハートありがとうございます。やってみてみんなも。新春シャンソンショー。わし炙りカルビはもう得意よ。もう絶対間違いないからほんまに。炙りカルビ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 絶対間違いないから。ゆきちゃんハートありがとうございます。噛んでないよ。噛んでない。全然聞こえなかった噛んでるとこなんて。そっかみくちゃんハートありがとうございます。でんくんバラありがとうございます。ブラジル人のミラクルビラ配り、よくわからん。ミラクルビラ配り、ブラジル人のミラクルビラ配り、ブラジル人のミラクルビラ配り、ちょっともうえ、ブラジル人のミラクルビラ配り、ブラジル人のミラクルビラ配り、ブラジル人のミラクルビラ配り、ブラジル人のミラクルビラプ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 ラ難しい。店長さんバラありがとうございます。大谷屋さんかわいいありがとうございます。パンカベパンカベカンパ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 ンカベ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 ペラペラペラオン。マグマ天使のママ、マグマ、ママ、マグマ天使のママ、
マママグマ天使、マグマ天使のママ、マママグマグマママ天使ママタン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 。完璧よ。ペロリンチョ、キャリーパミパム、キャリーパミ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 パム。はい、では私のショールームはこれにて終わろうと思います。皆さん今日は見に来てくれて、今日も見に来てくださった方ありがとうございました。今日は、今日かな、月曜日ですけど、今日からお仕事がね始まる方とかもたくさんいると思うんですけど、大丈夫ですか？いけそうですか？はい、では今日はお誕生日の方が2名いますので言いたいと思います。ではまずは神戸のマー君さん、お誕生日おめでとうございます。いきます、せーの、ハッピーニー、ありがとうございます。そしてのお誕生日様だよ、2人目はあゆぱんたんです。イエーイ、あゆぱんちゃんの今日はお誕生日ということなので、こちらをね鳴らしたいと思います。あゆぱんたん、お誕生日おめでとう。せーの、20歳なの？早いな。はい、あやぱんちゃんはそうですね、あのミニスタジオとスタジオということで接点はあるんですけど、なかなかまだあんまりおしゃべりはねできてないんですけど、もっともっとこれからたくさんいろいろとお話ができたらいいなって思ってるんですけど、なんか大人しそうな、大人しいですか、おとなしかったです。でなんかこの間その公演が全部終わって、まあ、疲れてたんだろうなっていうので、なんかその最後写真を撮るときにすごいね眠そう眠そうになってた、やっぱんちゃんが可愛かったです。ということで、これからもね、まあ二十歳ということで、
まあ私より全然年上なんですけど、これからもよろしくお願いします。よちよち、これからも仲良くしてください。よちよち、はい。ということで皆さん、今日はありがとうございました。モーサーハートありがとうございます。では終わりますね。終わりたいと思います。13位パーミントエリさん、12位マサヨシさん、11位店長さん、10位シンク、9位早くみんなと話したい、サイン会もよろしくね。これからも、間違えた、はい、原さんまたサイン会で、8位ポンタ、7位ロコボコさん、6位レンくん、5位ナオナオさん、4位ちゃんと見るなって呼べたよ、知ってるよ、ちゃんと見るなって聞き取れましたよ。ありがとう。そして第3位がふうさん、昨日はお話し会楽しかった、イエイ、ありがとう。あれ変わったよ、待って、あ、4位と3位が変わっちゃいました。4位ふうさん、3位がれんくん、ありがとう。世代2位がモンさん、最高の週末でした。こちらこそ、ゆっくりしてください。今日は気をつけて帰ってまたね、ありがとう。そして第1位がフッさん、ありがとうございます、イエーイ、フッさんありがとうございます。ということで、皆さん今日の私の配信はこれにて終わります。皆さん今日も見てくださってありがとうございました。また朝配信見に来てくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。では本日のラッキーナンバーを紹介したいと思います。本日は60位にしさんです、イエーイ、はい、60番の西さん、今日のラッキーボーイ、ラッキーガールです。はい、そしてラッキーカラーはダン、ゴールド。本日のラッキーカラーはゴールドということで、金色のものを、ね、身につけていたら何かしらいいことが起こらないかもしれないし、起こるかもしれないので、はい、ぜひよかったら、まあ、頭の片隅に、あ、そんなこと言ってたなぐらいで全然いいですよろしくお願いします。ということで終わります。はい、そしてですね、オンラインお話し会フィフスのオンラインお話し会、個別オンラインお話し会の再販が始まってるので、皆さん今日の1時までなので、まだちょっとね、あれやってないわーってそう、あれやってないわーって思ってる方も、やったけどなーって思ってる方も、はい、ぜひよろしくお願いします。思い出せる声をしよう、よろしくお願いします。はい、では皆さんありがとうございました。ではでは、おやすみなさい。今日も一日頑張って。